この村の方々はあれですか、海鮮が好きなんですか。ええー、羨ましいんだけど。こんなもの家で食べちゃって、豪華か。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は住人が全員鳥のハテナ村に行ってみたいと思います。なんかそういうね、こう、一種類の動物だけとか、そういうくくりをやったことがないけん、なんかすごいなと思う。羊村っていうのもやってみたかったんやけどね。はい、ということで、ハテナ村に出発。はい、ハテナ村に到着。お、つくつく帽子がめっちゃ泣きよる。夢の世界へようこそ。あなたは今、ハテナという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは、都のハテナの世界をご堪能遊ばせ。はい、ということで、見て回りましょうか。あ、なんかこういうのいいね。こういうのいいね、なんか。はい、それじゃあ。ハテナ村はね、あの、公共事業と自然が、すごくいい感じに、お、ホテル、国家テイル。国家テイル？どういう意味なんやろ。あ、すげえ！え、なんかすげえ！かっこいいね。え、いいね、いいね。なんかお城の形でこの色いいな。え、なんかめっちゃかっこよくない？お城って結構なんか可愛い系の色とかが多いけんさ。はい、1軒目、ホテル国家テイル。めっちゃかっこいい。あ、どうも。なに、意外と、和風って思ったけど、アロハシャツ着てるのか。ターボー、ホテルへようこそ。どうもどうも。めっちゃなんか洋風というかそういう感じやのにね。アロハシャツ着たなんか陽気なおじさん？お兄さん？がいらっしゃる。ちょっとギャップにびっくりしたんだけど。はい、それじゃ左の部屋へ。あ、めっちゃなんかあったかい雰囲気。あ、いいな、いいな。そう、私こういう雰囲気めっちゃ好きなんよね。え、なんか普通にあれじゃない？キャンプ場にある、なんていうん、ログハウスみたいな感じ。いいな。こういうとこ泊まってみたいんよね。え、なんか良くない？良くない？あったかい雰囲気。冬とかにね。はい、そして奥の部屋へ。あ、ま、オープンしたばっかりなんかな。お、奥は、ここは、なんかあんな豪華な雰囲気から想像がつかない。カップラーメン食べながら作業してるの？ここあれかな？なんか、オーナーとか、管理人さんとか、の部屋ってことかな。もっとなんか偉そうな部屋なんかと思ったら、めっちゃ質素やった。なるほどね。そういうところを節約して節約して、こういう豪華な感じにしてるわけだ。通してくれるかな。ちょっと待って。よし、オッケー。それじゃあ、あ、すごい、ちゃんとそこにおる。なるほど、普段はそういう感じでおるってことかな。はい、それじゃあ、右の部屋へ。お、右側は、なんか、アジアンリゾートチックな感じ。あ、マリンスーツあるよ、マリンスーツ。これを着て、海にダイブしに行くわけやね。いいやん。あ、やっぱ、スノコこういうね、シャワー室とかにあっとるよね。スノコね、意外とちょっと使い道がよくわからなかったんだけれど。そっか、そういうところにいいな。ほい、それじゃあ、2階へ。これはあれですか？ホテルオープン記念ですか？違うか。ここはお客さんの部屋なんかな？客室？いや、多分個人の部屋かな。え、でもこの辺なんか、あれなんよね。こういう、ゴルフのセットを見たらさ、どうしてもちょっと社長という風に捉えてしまうけん。
あれかな、管理人さんはああいう感じで質素な部屋やったけど、ちょ、なんかもしかしたら奥さんとかがこういう豪華な部屋に。かかあ殿下な感じで、勝手に妄想を広げていくやつ。いやでもね、お祝いにお寿司のセット頼んだとしか違うのか。はい、そして地下へ。お、え、地下はまたしてもなんかすごく質素な感じなんですけど、ここはあれかな、従業員の部屋とか。そう、追いやられてる。お客さん以外は、お客さんと奥さん以外はそういう扱いなのかもしや。トイレが同じ部屋に。いや、まあ、そこはあれか。そこはあれか。他の部屋もそういうところはあったな。はい、それじゃあ。この波の音がいい感じやね。海辺のホテルいいね。めっちゃおしゃれ。なんか地図で見たらあっこだけ出っ張ってる感じなのがすごくいいな。はい、それじゃあ。次あっち側行ってみようか。お、獣道。こういうのやっぱすごいな。絶対私はできない。できない。あ、いいね、いいね、なんか。こういうタイルめっちゃ綺麗。雰囲気がいい感じ。お、そして2軒目の家、多摩バードクリニック。お、鳥用の病院？今日はお休みなの。あ、マジで私ちょっと来ちゃったんだけどいいかな。お邪魔しますね。本日休診。やっぱ、鳥住人だけの村だから、バードクリニックは必要やね。鳥の専門家たちが、ここに集っているわけだ。ここで働いているわけだ。なるほど。はい、それじゃあ、2階へ。ん、2階は、あれかな？ここの院長さんの部屋ということか。あの、外にいた。あ、いいね。マッサージしながら、テレビを見る。いやー、マッサージチェアいいわー。戦隊もの見てるの？いいね。いいね、いいね。お、そしてピザにドーナツ。いいやん。超デブ活やん。あ、待って。この村の方々はあれですか？海鮮が好きなんですか？羨ましいんだけど。こんなもの家で食べちゃって、豪華か。ほい、そして、地下へ。あ、地下は、ん？地下はトイレ？だね。ピンクの便器かわいい。ピンクの便器めっちゃかわいい。どうしてここに自転車があるのかちょっと気になるけど。なんで自転車？他に置き場所がなかったんかな。それなら、しょうがない。はい、それじゃあ。いいね、なんかこのめっちゃ自然に溢れた感じ。あ、ここの雰囲気めっちゃ好きかも。周りなんかね、水があったり。あ、なんか木の植え方とかめっちゃうまいな。私木とかね、無造作に生えてるだけやけん。やっぱ村整備しよる人ってそういうのも、うん。こう、伐採しまくって、ちゃんと自分の思ったところに植えていったりとかするんやろうな。そういう計算を何もしてね。自然の、ありのままで、ちょっといい風に言ってみる。あ、びっくりしたのに、切り株。はい、そしてここには、美味しいサクランボが大量に。キャンパーさんたち、ご自由にどうぞと。ご自由に食べ放題ですよっていうことです。この村の見どころね。はい、そして、カッパ。カッパだ、カッパだ。なんて名前だったっけ？たっくん。いや、観光会？僕？僕は、今ここにいる理由を探してるのさ。ひひひ。笑い方。はい、そして、お、どうも。楽しい村だじょ。楽しい村だじょ、いいね。いいね、いいね。お？ 100 株？思ったよりも、一つ一つの単位が大きかったぞ。株を育ててるのかい？いいやん。お邪魔するね。あ、いいね。名前も、
トラだし。なるほど、トラが好きなのか。そういうことか。そしてこれも多分自分が取ったやつってことを育てて。あ、すごい。生きのいい魚も取ってきてる。素晴らしい。ちなみにこのサブキャラのトラくんは気ままなテント暮らしをしているらしく、このハテナ村でね、キャンプをしてたら居心地が良くて住み着いたっていうことらしいです。いいね、いいね。自給自足の生活めっちゃ素晴らしいやん。素敵やん。いいね、こういう自然に囲まれた場所でハンモック。あー、いい森林浴になりそう。ね、空気美味しそうよね、めっちゃ。あー、びっくりした。めっちゃびっくりした、今。そしてこういう森の中では、キノコ狩りが楽しめると。キノコー、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い、いいね。間欠泉や間欠泉。そして、さっきのはあれかな、取ってきたタケノコを洗っている感じですか。いいね。はい、そして、こっちが、ん?レストランチャペル。コッカテイル。ん?コッカテイル。またしても。またしてもやってきた。チェーンやね。レストランチャペル、コッカテイル。いいね、いいね、いいね。おしゃれ。コッカテイルグループの、ところなわけですね。なるほど。きっとあれや、この村では、幅を利かせているのだろう。左の部屋へ。お、左側は、これあれやね。神父さん。神父さんが、まずこう、まあ、お風呂に入りました。パックもきっちりして、そして上がってきたら、ちゃんとね、こう、花嫁衣装を身に包んで、そしてそれを外で待っている新郎。いやー、いいね。いいね。今、幸せの絶頂だよ、まさしく。素晴らしき。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥はここトイレか。かわいい!ステンドグラスめっちゃかわいい。鳥や。鳥や。いろんなものが鳥モチーフになってるね。かわいい。よきよき。はい、そして、お、右側の部屋へ。今のアイスクリームのランプかわいかった。お、右側は厨房か。あれやんね。こう、結婚式があるってなったらめっちゃ忙しいやろ。ほりゃやって。ほら、大量になんかいろんな料理が作られよる。一人なの君。頑張ってね。応援してる。私は応援してるわ。いやー、ちょっとつまみ食いしたい、めっちゃ。オムライス。いいなぁ。めっちゃいいなぁ。ね、誰か雇った方がいいよ。超絶ブラックだよ。ん?この仕切りの向こう、あ、ここは、あれだよね、ロッカールーム。あ、でも一応、あれだ、女の子用のメイド服みたいなのあるってことは、あれかな、今休憩中ってことかな。あ、外におった女の子かな、もしかして。はい、それじゃあ、2階へ。お、2階はこのレストランの人の家かな?なんか個人宅っていう感じがするね。あ、すごい!見てこれ。布団もちゃんと鳥だ。そして、これは時をやったっけ?なんかそんな名前やったような気がする。ピヨピヨ言ってる。何?鳥飼ってる?あ、これか。この子か。なるほどね。いいね。鳥癒されるよね。これは?これは服?なるほど。服も鳥なのか。いいね、いいね。鳥大好きなんやね。はい、そして地下へ。あ、地下はチャペルだ。なるほど。やっぱチャペルの雰囲気いいなぁ。めっちゃいいなぁ。何時はっていう。こういう配置うまいなぁ。
結婚式場はあんままじまじ見たことないけん、いまいち雰囲気がよくわからんのよね。いや、ここで、新郎新婦の幸せをね、眺めるのね。いや、いいわ。写真も撮りまくってやるわ。素敵すぎる。そういえば鳥もあれないよね。熊と同じで、大きいサイズと小さいサイズの鳥がおるよね。はい、そしてさっき入る前に話せてなかった、あれ？このレストランの女の子が、その辺を歩いていたはず。ん？今いたもしや。いや、いないぞ。お、消えた。あ、なるほど。ここに金があるんだね。あれ、女の子がいない。女の子がいないよ。いなくなったよ。どこ行ったの？もしかして中入ってったかな？いたいたあ、いたいたいた。はい、どうも。じゅんさん、この村の村長さんよね。村の住民、みんな鳥。かわいい。うちの村の鳥は、いたかな？あれだ、メドリちゃんがいる、私のメイン村に。メイン村にメドリちゃんがいて、あ、いいね。下にホテルがあります。横に行ったら、レストランがありますよと。両方ともあれやね、コッカテイルの。コッカテイルグループの、持ち物ですな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやーいいね、こう。やっぱ猫10匹村とか、鳥10匹村とか、みんなそれぞれ好きな種族というのがいるんだな。